ミフェプリストンは、抗グルココルチコイド作用と、抗アンドロゲン作用も持つ薬物。RU-486 と表記されることも、ある。1980年代より、欧米では、妊娠初期の人工妊娠中絶に対する、薬剤的妊娠中絶手段として、安全性が高く簡便性の利点で、第一選択として使用され、世界保健機関の必須医薬品モデルリストに収載されている。日本では2021年内に厚生労働省へ承認申請が出される予定である。しかし、日本を含む一部の国家では未承認である。日本では医師の指示なしでの個人輸入も禁止されている。なお、国外の医師の処方箋も指示書に当たるため、Women on Web などの医師の指示による個人輸入は触法行為ではないと厚労省は取材に回答している。また医師が自己の患者の治療に用いるために未承認薬を日本へ輸入する行為は合法である。ミフェプリストンはミソプロストールと併用使用される。妊娠7週以内の初期であれば、服用後24時間以内に胎児が膣から胎嚢が排出される。妊娠10週までの使用が適用とされている国家もある。従来の子宮内挿破術のような重大な合併症が少なく、非常に安価で簡便かつ安全であり、薬だけでの中絶成功率は 95% 以上。数%の症例で完全な中絶に至らず、不全流産や経流流産となることがある。主な合併症としては感染症や出血があるが、頻度は自然流産と同程度とされる。出血が止まらない場合は子宮内挿破術の追加手術が必要になる。また子宮外妊娠など異常妊娠での使用は禁忌であるため、医師による正確な事前診断及び投与後の経過観察が必須である。ただし、超音波検査などなしで経口中絶薬投与をするは安全であり、中絶ケアを受けている女性の子宮外妊娠のリスクは低いことを示す検証結果があると、イギリス英国王立産婦人科医協会が表明している。妊下済みの国々においても、個人の裁量で内服することは認められておらず、医師の管理下での投薬のみとなっているが、オランダやフランスではインターネットを使った遠隔医療による供給も開始されている。新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの間、英国政府は2020年より一時的に2種類の経口中絶薬自宅で服用できるように変更した。ロックダウンが行われたフランスでも自宅使用が許可され、2020年3月30日に国際産婦人科連盟は安全で効果的な中絶サービスを行うために、医療者と対面で診療する必要のないことは立証済みであり、在宅隔離中や遠隔地などの女性に有効だと声明を発表している。アメリカ合衆国では、アメリカ食品医薬品局によって利用制限されている同薬は、市販薬のペニシリンやバイアグラより安全だと証明され批判されている。ミフェプリストンは高用量では、子宮粘膜の黄体ホルモン受容体に対して強い親和性を持ち、黄体ホルモンが受容体に結合するのを阻害する。これによって黄体ホルモンの効果発現がブロックされ、子宮粘膜が非妊娠状態にリセットする。やがて月経が起こり胎児は結界となって排出される。膣からの出血は14日以内に止まる。2から 3% の人に遷延性出血があり、追加で子宮内膜挿破術の実施が必要となるが、その頻度は自然流産と同程度とされる。イギリスとスウェーデンのみ、妊娠9週まで認可されており、この場合は医師がラミナリア管などによって子宮頸管拡張などの手技を行う。ミフェプリストン自体にも子宮頸管拡張効果がある。少用量では、卵巣からの排卵を抑制する効果があり、それによって緊急避妊薬としても使用できるだろうとされている。ミフェプリストンは神経保護作用もあり、ネズミの海馬神経を使用した実験では人為的に加えられた酸化ストレスに対して、神経細胞のアポトーシスを予防する効果が認められている。アメリカ食品医薬品局が示した妊娠7週未満での内服方法は下記の通りであり、外来で実施される。医師の目の前で、まず、ミフェプリストンを 600mg 内服する。36から48時間以内に、ミソプロストールを2錠内服する。ミソプロストール服用24から48時間後、胎児が結界となって膣より排出される。出血が自然に止まれば、受診の必要はない。約2週間後に、再び医師を訪ね、子宮内に何も残っていないことを確認する。2週間後の受診は、アメリカ合衆国では義務化されていないが、強く推奨されている。ミフェプリストンが開発される以前は、掻爬術に代表される伝統的な機械的、物理的な中絶方法が、妊娠初期であっても実施されていた。これらの中絶主義は、手術という形態となり、全身麻酔が必要となる。また、ラミナリア管灯による子宮頸管の拡張が必要であり、そのため、頸管裂傷などの危険が存在する。掻爬術自体にも、子宮穿孔の危険が存在し、偶発症の 40% を重篤な合併症である子宮穿孔が占める。また術後合併症として、アッシャーマン症候群があり、中絶後に不妊症になることもある。日本では、妊娠8週の中絶の処置中に、子宮を貫通して、小腸を掴み出してしまい、小腸穿孔、大腸損傷、子宮穿孔を合併し、人工肛門造設が必要になった症例や、妊娠6週での処置中に、心肺停止となり、心臓蘇生術に反応せず死亡した症例も報告されている。日本産婦人科医会においても、米国などでは1980年代には、すでに D&E が一般化しており、風や英国の安全な中絶に関するガイドラインでは、D&C は推奨されておらず、日本でも10万件以上の早期、人工妊娠中絶術結果では、D&C が D&E に比べて、再手術を要する不全流産と、子宮穿孔の頻度が高いと分析している。また一般的に D&C を施行された既往のある女性では早産率が高く、不妊治療の経過において子宮内膜が薄い場合があり、3回以上の D&C を受けた女性で子宮腺筋症の率が高い点を理解している。国際産科婦人科連合も政府アボーション委員会において、強く D&E を進めている。また、ミフェプリストンに挙げられている出血や感染症の危険性は、これらの既存の中絶主義についても存在し、より高頻度である。費用面でも大きな差が存在する。極度肥満の女性には、掻爬術の実施が困難という適応上の難点もある。日本では10万円から20万円と、自由診療でかかる。初期中絶の手術費用に比べ、世界では平均価格も日本円で760円ほどと、金銭的な負担は軽くなっているが、日本産婦人科医会は、当面は入院設備のある中絶の実施医療機関で取り扱うべきだとしていている。ミフェプリストンは、1982年にフランスのルセル社が合成した。当初は、抗グルココルチコイド作用を持つ薬剤として、ドラッグデザインされた。パリ大学医学部のエティエンヌ・エミール・ボリューが、抗黄体ホルモン作用を発見した。ルセルが合成した 38486 番目の化学物質だったので、RU-38486 と呼ばれていたが、マスメディアが、番号が長すぎるとして-38体を省略して報道するので、社内でも、いつの間にか、RU-486 と呼ぶようになってしまった。最初の臨床試験は、1981年10月に、スイスのジュネーブ大学で実施され、11人の妊婦に対して高い妊娠中絶効果が確認され1982年に発表された。その後ルセルは、世界で2万人の女性に対しての臨床試験が実施された。1989年に開発者はアメリカ合衆国のラスカー賞を受賞した。アメリカ食品医薬品局諮問委員会は中絶ピル RU-486 について安全であり、妊娠初期の中絶手段として適切であると勧告し、世界保健機関も中絶手術と比べ、はるかに安全とした。1999年までに全世界で50万人以上の女性に使用され、2015年時点で認可されている国家は60カ国である。フランス厚生省は1988年9月に認可した。しかし、カトリック教会や中絶反対派がルセルと親会社の西ドイツヘキストの製品の世界的不買運動を展開すると脅迫したために認可の1ヶ月後に製造中止に追い込まれた。フランス厚生省はルセルの安易な対応に怒り、中絶ピルは女性のものだとして製造再開を命令した。その後1990年頃までルセル社はフランスの特定の病院にのみ無料でミフェプリストンを供給した。1990年2月からは 600mg あたり$48で販売された。1997年には販売権がエクセル人に移され、同社は2007年より EC サイトでの販売を始めた。日本は先進国中、またはアジアに限定した国々の中でも数少ない未承認国であり、妊娠初期の人工妊娠中絶に対して危険度の高い走破術が第一選択のままの珍しい国家である。製薬会社のラインファーマは厚生労働省へ2021年中の承認申請をすべく治験が進められた。1994年以前には正式に認可すべく検討されたが中止された。中止の理由は医学的問題ではなく倫理面や日本の文化的問題とされた。以前は新薬承認を管轄する厚生省医薬安全局は日本で販売することは認可できないが個人で入手して使用する分には問題ないとし、中華人民共和国やアメリカ合衆国から個人輸入できていたため個人で入手して自己判断で使用するケースが続出した。その結果、この中絶法の欠点でもある不全流産となり、出血が止まらずに病院に駆け込むという事案が報告されたため、日本産科婦人科学会や厚生労働省も問題視するようになった。2004年10月、厚生労働省は、医師の処方箋または指示書及び輸入報告書に基づき、本人が行政機関の許可を得た場合を除く、個人輸入の制限を決定した。厚生労働省は、危険なので個人で入手して使用すべきではないと注意、喚起している。国民生活センターも重篤な健康被害を引き起こす危険性を喚起している。在日中国人ルートで密輸入されたケースを警視庁が摘発したこともある。また副作用で健康被害が生じても医薬品副作用被害救済制度は利用できない。そして医師でない者が使用すると刑法の堕胎罪に抵触する。2010年11月、警視庁新宿警察署はミフェプリストンを使用した22歳の女性を堕胎の疑いで東京地方検察庁に書類送検した。また女性に販売した男性も薬事法違反で逮捕された。人工妊娠中絶したい本人が立件されるのは異例であり、女性は服用後に激しく出血するなどしたため、病院で治療を受けた。2021年4月22日、ミフェプリストンの日本での治験が、日本産科婦人科学会で発表され、120人のうち 93% の112人が24時間以内に薬だけで完了し、残り8人は胎児が体内に残り、外科的な処置が必要になったり、24時間以内に排出されなかった。治験の結果、ほとんどが軽度か中等度の症状でいずれも回復に向かったことから、有効性と安全性は確認されたと報告された。日本での販売会社であるラインファーマは2021年中に厚生労働省へ薬事承認の申請をする見通しである。人工妊娠中絶について常に激しい論争があるアメリカ合衆国では、ミフェプリストンを認可するかどうかは懸案事項であったが、1989年6月、アメリカ食品医薬品局はミフェプリストンの輸入を禁止した。一方、アメリカ医師会は、手術による中絶より安全性が高いと認可を求めていた。ブッシュ政権は認可しない方針であったが、クリントン政権になってから認可に前向きの方針が明らかにされ、その後、中絶の是非をめぐっての激しい論争が起きた。フランスのルセル・ユクラフ社は論争に巻き込まれるのを嫌って、アメリカ合衆国での販売に対して消極的だったため、シャレーラ厚生長官が仲介し、人口問題評議会に同剤の使用権を与えるという異例の措置によって、臨床試験が可能となった。1990年6月27日、アメリカ医師会は、政策立案大議員会でミフェプリストンの臨床試験を承認した。アメリカでの商品名は、ミフェプレックスとなった。1996年に認可申請が行われた。FDA は、国内176人、フランス2480人の使用成績調査を、実施し、痛みや吐き気、出血などの副作用はあるが、母体保護上許容できるとし、安全性に問題はなく、高い中絶効果をもたらすと結論付けた。欧州連合に遅れること十数年、2000年9月28日に FDA によってミフェプリストンが認可された。2000年10月3日、マサチューセッツ州ボストンで行われた民主党、ゴア、共和党ブッシュ両大統領候補の政策討論会でミフェプリストンがアメリカ合衆国大統領選挙の争点の一つとして注目された。共和党ブッシュは人工妊娠中絶は減らされるべきだとして FDA の認可に失望感を表明したが、民主党、ゴア側は中絶やピルの使用は女性自身が選択するということだとして FDA の決定を歓迎した。中絶反対派は大量出血を招いた深刻な副作用報告例もある。胎児の殺人薬の認可は見合わせるべきだとして反対運動を行った。その後、販売権はダンコラボラトリーズに譲渡された。ドイツ連邦医薬医療製品庁は妊娠中絶薬ミフェジーヌとして1999年末にミフェプリストンを認可した。販売ルートは特殊クリニックや産婦人科向けに限定され、管理を徹底するために薬事法を修正して連邦議会で可決した。1996年5月28日、ドイツ連邦憲法裁判所は1995年夏に可決された人工妊娠中絶を原則として認めた。刑法改正条項を違憲と判断した。それまで中絶が自由だった旧東ドイツ地区住民を中心に国民は強い衝撃を受けた。このことは女性議員を中心にして手術なしで中絶できるミフェプリストンの認可を加速させたとされる。イタリアでは2009年7月31日にイタリア医薬品庁がミフェプリストンを認可した。しかし、カトリック信者が大多数を占める国内で反対運動が高まり、イタリア議会上院委員会が医薬品庁に認可の再検討を要請した。2009年12月9日に医薬品庁はミフェプリストンを改めて認可することを決定した。中華人民共和国では1985年という非常に早い時期に臨床試験が実施されている。1988年9月に認可。これは開発国のフランスより早い認可時期であり、中国は世界最初の認可国ということになる。中国はルセル社からミフェプリストンを購入しようとしたが、ルセル社はそれを拒否した。そのため中国は1992年に無断でミフェプリストンの国内生産を開始する。2000年では、もともと非常に安価で手術による人工妊娠中絶ができるので、ミフェプリストンによる中絶は割高となり、農村部と都市部では普及率に大きな差がある。闇市では15米ドルほどでミフェプリストンが取引されており、中国当局は処方箋なしのミフェプリストンの使用による合併症を懸念している。韓国では2012年現在未認可であり、そのため中国やタイからミフェプリストンを個人輸入し、法規と医師の管理外で中絶してしまうケースが相次いでいる。特に未成年者に多く、両親にも内緒で中絶してしまうとして問題になっている。またミフェプリストンの売買をめぐって詐欺事件も起きている。カナダでは2015年7月に認可された。カナダ保健省では2012年9月よりミフェプリストンの認可について検討され、2015年1月に予定していた認可の判断を一時延期するなど慎重な判断がなされた。もともとカナダには妊娠中絶を法的に制限する法律はないが、ミフェプリストンの認可に際しては何らかの新しい法的な制限が必要ではないかと審議された。中絶反対論者、キリスト教関係者、フェミニストなどを巻き込んだ市民運動があったが、農村部や遠隔地で医療機関に受診することが困難な女性にとっては、内服薬だけで中絶できるミフェプリストンの存在は有用とされた。反対団体の代表は敗血症のリスクを主張したが、敗血症の頻度は10万人に1人程度とされており、問題ないとされた。カナダの国立中絶連盟は、ミフェプリストンの認可によっての中絶率は増加しないと予想しているが、従来の外科的主義による中絶手術の需要を減少させ、医療に構造的は変化が起こるだろうとしている。1999年、ニュージーランドの医師たちは、ミフェプリストンの輸入のために、アイスターという非営利団体を設立し、ニュージーランド医薬品規制当局へ輸入承認の要望を提出した。2001年にウェリントンでフェプリストンの使用が開始された。フェプリストンによる人工妊娠中絶は法的に曖昧な部分があったために、ライト・ツー・ライフ・ニュージーランドという中絶反対の民間団体が高等裁判所に提訴したが、2003年4月10日にその訴えは退けられた。その判決の後にミフェプリストンは正式に認可され普及が始まった。オーストラリアでは1996年に医療監視機関である医療用製品局及び保健省の両方の認定によってミフェプリストンの使用が認可された。しかし厳しい認定基準のために国内で187人の医師しかミフェプリストンの処方資格を取得できなかった。2006年2月10日に認可基準を緩和する法案が上院を通過し、TGAの認定だけでミフェプリストンが処方できるようになった。これによりミフェプリストンの利用が飛躍的に増えるだろうとされている。認可に際しては国内人口が少ないため消費量が少ないと推定され、ミフェプリストンの供給に応じている製薬メーカーの選定について危惧があったが、先に導入を果たしたニュージーランドの事例がその参考とされた。オーストラリアの公的病院は宗教的な関連団体が運営に関与していることが多く、そのために、性管結紮術や妊娠中絶を行うことを拒否する病院があることがあり、そのことがミフェプリストンの普及の障害となることも懸念された。ありがとうございます。